はですね、はい、アメリカ、カリフォルニア州、ロサンゼルスのスポーティンググッズに行きました。実は、テキサスの映画祭に、ワンパセンターのメンバーとして、来てます。アメリカに。で、テキサスからロサンゼルスまで、車旅をしていまして、昨日到着したところです。3150キロ。今日は、この後ボクシングジムでトレーニングするんですけど、トレーニングウェアがカンフー着しかなくて、ちょっと買いたいなと思って、で、せっかくだからでかいところを紹介してもらったんで、ちょっと小川さんお願いします。小川美月さんです。やっと毎日出ましたね、そうなんです、はい、だからテキサスから、ここまでロスまで3000キロ運転しましたから、ね、小川さんロスにね、はい、滞在してたんで、住んでましたね。グリーンカードも持ってて、はい、めちゃくちゃ詳しいんですよ。で、ここが僕よく行ってたところですね、らしいです、はい、なのでちょっとボクシングトレーニングするのでウェアを爆買い、はい、行ってみようよし。じゃあ行こう。すごい。広いね。実際にこれが本当の高さ。はい、こんな高いの？ちょっと横に行ってみよう。これダンクすんの？これをダンクするんでしょ？はい、ちょっとドリブルジャンプしてたらダンクできる？あ、全然届いてないじゃん。全然届いてないじゃん。かすりもしてなかった、ね。かすりもしてない。これだけどさ、ちょっとアメリカ、これクラシックだな。アメリカクラシックじゃん。これの8ないかな。これロッキーじゃん。あ、これ多分1910年モデルってことですか。そう。これちなみにいいですか、これテッドン先生もエバーラストのボクシンググローブ使われてたんですよ、うん、でブルースもエバーラストのグローブ使って。じゃあダンソルいいじゃん。そうなんですよ。14でいいじゃん。14でいいんじゃない。いやでかいじゃん14。だから今日ほらじゃあ14の14にしてこのクラシックかっこいいスタンス。ちょっと一回はめてみて、後で全部着替える時に。ボクサー嬉しい。これ石井東吾に、ほら見て、誕生するからクラシックずっといいじゃん。あとほらバンテージも買う。もしさ、東京帰ったらちょうだいそれ。なんで？そういえば小賀さん の説明してなかった、うん、ちょっといいですか。小賀さんの説明なんですけど、はい、小賀さんトレーナーもやられてるんですよね。トレーナー歴の方が長い実は。ボクシングの経歴というか、そのどこで競泳ジムから始まって、そうで鬼塚克也世界チャンピオンの付き人をずっとさせてもらって、鬼塚さんの付き人されてたんですよ、ずっと。レジェンドですよね。そう。で、鬼塚さんが初めて僕をロスに連れて行ってくださって、うんうんうん、そこからアメリカのボクシングにハマって、うん、ちょこちょこもう何回も来て、いろんな世界チャンピオンと育てたトレーナーさんから教わったりとか、そのと、でも昔からトレーナーさんがどういう教え方するか見てたんですよ。なんかトレーナー気質というか、なんか そっちが、うん、なん向いてたというか、うトレーナーになるのも早かったということで、はい、めちゃくちゃすごいんですよ、小賀さんは。まだまだこれから、はい、なので今日小賀さんにボクシングを習うという回です。そうで、バンテージどうしましょう。あ、それでいいじゃん。これでいい。これでオッケー。はい、ゲット。ゲット、はい、よっしゃ。じゃあ、あとはジムで。違う。ウェアも買わせて。ウェアも買う。ウェアだって買いたいの、おたちゃん。すごい。かっこいい。かっこいいね、プロテクター。かっこいい。ローキックもこれで安心？ね、ローも安心だし。え、結構硬くない？これ。これローキックのゴミ硬い。プロテクターじゃん、これ。これあれだよ。すごいわ。服の下に仕込んでたら分かんない。そう、分かんないよね。蹴られたのね。蹴られた。あー、見てこいつすげえ V 鍛錬してやがんだみたいな。でも各メーカー出してるんだ。アディダスも出してるし、ナイキも出してるし。あー。でさ、よくやってるのは、くわえて空気そのまま息できる。で、歯折れないんだよね。あ、上下のまま。そう。食毒草だ、これ、しかも。そう。そのまま息できるじゃん。うん、しかもおしゃれなの。今日例えば殴られても歯折れないから、これだったら。いやだよ、歯折れるほどの衝撃が。もうアメリカ。かわいい。うん、かわいい。かわいいね。うん、あれヘアバンド探してたんでしょ。そうそうそう。偶然ここにヘアバンド。ヘアバンド偶然ここに置いたの。これでいいですよ。まあ、これでもさ、これ非売品じゃないの。値札がないよ。値札ないね。なんであったの。誰かの忘れ物じゃない。もらっとけば。いや、本当に。いや、ダメだよ。して会計したら、多分その頭につけてたからね、多分誰も言わないよね。誰も言わない。言わない。ダメよ、そんなこと。ダメか。
これもあれじゃん、俺が大好きなさマッドマックスだよね。じゃあ今日ちょっとそれでボクシングジム行く、うん、いや絶対、うん、大変強いよ、うん、マジケンシロウ来たと思われるから、うん、言われる言われる思われるでしょ、おうケンシロウですけど道場破りに来たと思われるよ、どう、うん、いいでしょ、なんてちょっとファッション衝撃が強いからタクシーちょっと試してみ、うん、どうです衝撃入ってるから入ってるじゃあ意味ないね、意味ないよこれだけど、あのいやいや浸透じゃないと効くね、浸透は効くけど浸透じゃないあの打撃のやつは弾くわこれ、はいはいはい、入ってましたよ今、うん、表面的なね、うん、衝撃には強い、強い、うん、いやでもやっぱすごいね、うん、いやボクシングのウェア、ボクシングのウェアね、早く買いに行こう、これで買います、はい、さっきあったやつ、さっきのやつと一緒じゃん、あでも待って赤にしてバーダックっていうのもあるよ、ああいいね、赤かわいい、赤かわいい、ドジャースのちょっと、はい、エンジェルスドジャース、うん、関係ございません、そうですね、ボクシング、ボクシング、いやでもほらタクちゃんがさ、うん、大谷翔平もう大好きすぎて、うん、この後スタジアム行くからね、はい、うん、今日はスタジアムで買う、ボタンついてるからわけじゃないですか、スタジアムで買えばいいんですよ、買えばいいのを、うん、下見してる、何買うかの下見を今してると、してるという、うん、あと結局ユニフォームはボタンついてるから俺無理なんだ、あそう、うん、彼あのボタン恐怖症なんで、早くボクシングウェア買ってジム行きましょう、行こうよ、うん、行くんだから、ね、そうウェアを揃えたいと思います、やっとですか、はい、ここまで来るのに20分以上かかってます寄り道でそうなんですよ、うん、それだけね誘惑の多い、そう広くて面白いんですよね、途中アメフトそして野球、はい、野球ようやくやっとボクシングに帰ってきました、ね、はい、ボクシングというかね、なんか濃いメンズ、はい、ということでようやく決まりました、あとはね、ボクシングジムで着替えてボクサー石井東郷出場者の皆さんはお楽しみに、はい、買いました、いや長かったな、え寄り道しすぎ、そう、はい、はい、いや綺麗な景色ですよね、カリフォルニアのねパームツリーが見えてね、濃いね、ね、はい、まあずっとこの期間食べて運動不足だったんで、はいはい、そう、はい、久しぶりの運動ができるんで汗かきましょう、ちょっとめちゃくちゃ嬉しいですね、はい、じゃあ行きましょうか、行きましょう、はい、行こう、ということで着きました、はい、はい、着きましたね、小川さん、ここがここが、はい、ジムよく通ってた、はい、ザロックザロック、ここ受付、うん、ここ受付です、はい、受付してきます、ここは結構ね、はい、あの教会が隣にあった、青少年すごい、子供がいっぱいいる、かわいい、この広さ見て、いや確かめちゃくちゃ広いですよ、ね、なかなか東郷先生これ日本にこの広さのサイズないですよね、いな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 いですよ、見るとこっち側を開くのでここに入れてきたんだよ、